こんばんは、はるです、美容室に行ってきました。前髪を1センチちょっと切りまして、なんか軽くなりましたね。全体的に量を取ってもらったので軽くなり、後ろも、今こんくらいの長さですね。わかりますか？それで、まあ、いつも行ってるとこなんですけれどもここお手洗いなんですけどねお手洗いで撮るなよみたいな、鏡がね、うちね、そんなないんですよねで、じゃん、これ、ボケちゃうかな。これ洗顔なんですよね。洗顔石鹸なんですけど、一応これサンプルでいただいてきたんですけれども、これすごいです。普通クレンジング、私今クレンジング と、洗顔、一緒のやつ、クレンジングと洗顔がチューブに一緒に入ってて、一緒にこう洗っちゃってたんですけど、クレンジングと洗顔は別物だよという、ことを言われまして、美容室の女の子に、でとりあえず、まあ洗顔用でこの石鹸を、サンプルでもらってきて、クレンジング、要はもうメイク落としですよね。メイク落としは今まで使っているのをとりあえず使って、その後に、またこのこれで、洗顔をしてるんですけれども、めちゃめちゃいいです。化粧水の入りが違いますよ、肌に。これじゃ分かんないかはい、でちょっとこれから、これをやっていきたいと思います、はい、でとりあえず、今回はこの美容室、分かりますか、行ってきました。はい、それでは、皆さん、秋の夜長を、なんだ、秋の夜長を、何を言ってんだろう、私ダメだ、うまく言えないよね、食欲の秋、読書の秋、旅行の秋、私は相変わらず食欲の秋です、はい、名前は春です。それでは皆さん、またです。さよなら。じゃん。バイバーイ。